皆さんこんにちは、フェニョンです。今日はマジュニア書いていきましょう。ピッコロじゃなくてマジュニアですね。まず丸を書きますね。これはいつもと一緒で、目のところを書きます。これが違いますね。で、ターバンを巻いているので頭は結構大きめですね。で、耳も大きめです。で、この目の下から顎が出てる、輪郭があるっていう感じですね。で、目は丸め、鼻は結構特徴的ですね。ピッコロじゃなくて、まあ、ジュニアさん独特の鼻です。このターバンも1、2、これとこれがこうつながってる、2同士つながってる、で3ですね。で、首があって巻いていると。で、こういうピッコロになる前はこういう感じ、昔はこういう感じの肩のマントの肩、こうなってましたね。ピッコロはもっと長い感じですか。はい、これがオーラフになります。それではさらにオーラフを書き込んでいきましょう。目からですね、ここが決まるとほぼ OK ですね。で、輪郭、輪郭は結構この感じでしょうか。で、鼻ですね。鼻の形は独特ですね。ここに線が入りますね。この線が、これ鼻の穴です。こんな感じですね。ピッコロさんじゃなくてマジュニアさんはずっとこの鼻なんで、実は気づいている方は結構少ないかもしれないです。自分も結構最近まで気づいてなかったので。でもファンにとっては大事ですよね。耳は大きめですね。はい。で、首はまあそんなに太くないと。こう、首周りはこういう塊ですね。こういう塊と、こういう塊。これで形成されてる感じですね。肩はちょっととんがってる、とんがってる感じですね。こんな感じになりました。バランスのチェックをしてみましょう。はい、こんな感じ。そんなにずれてもいないのではないでしょうか。これがオーラフになります。それでは
成長していきましょう。輪目からしていきますね。ここはやっぱり一番大事。ここの膨らみがあるといいですね。輪目は丸く、ここの目の下に線があります。こんな感じでどうでしょうか。輪郭は難しいですが、こんな感じ。顎がちょっと膨らんでる感じですかね。これ昔の絵はこんな感じですよね。で、目の下にこう影を落とすと、だいぶらしく なりますね。これやるだけで。で、顎のこのラインを強弱をつけると、で、鼻、で、こんな感じになりました。で、ターバン、このバランスがうまくいくともう勝ったも同然ですね。ちょっと大げさなぐらい大きくてもいいんじゃないでしょうか。はい、この幅がもうちょっと下でもいいかもしれないですね。あんまりおでこが見えすぎてもない方がいいかもしれないですね。このバランスが本当に難しい。はい、どうでしょうか。で、耳を描きます。耳はこんな感じで割と大きい、大きいです。これはコピーしましょう。ここを描いたら首ですね。首はこれぐらいかな。あまり細すぎて変なので、これぐらいにしておきましょう。で、首周りの布を描いて、こう回り込んでるイメージですね。で、こうシワが入っていると。はい、この先端をこう点々途切れさせるといいのではないでしょうか。あと好みでこの目の上のところにタッチをつけると凶悪な感じがしていいですね。少し鼻を調節します。ちょっと下の方があってもいいと思います。はい、こんな感じになりました。いかがでしょうか。割とうまくいったような気がしますが、
これが線画になります。では色を塗りましょう。ちょっと濃いめのグレーで塗りますか。濃いめじゃない、薄め。これぐらいで塗ると原作感が出るかもしれないですね。基本的にグレーだけで表現できるのでいいかもしれませんな。はい、こんな感じでもうできちゃいますね。いかがでしょう。あんまり左右対称にしても面白くないので今回はこんな感じにしました。少しでもマジニア好きな方の助けになれば嬉しいなと思います。本日もありがとうございました。お疲れ様でした。